どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、ちょっとやばすぎるコラボ動画来てるんで、パズドラ公式放送まとめの前に実際に見ていこうと思います。ということで、今回、なんとですね、パズドラに、ジョジョコラボがやってきます！やばすぎだろ！ちょっとね、ジョジョ大好きな人はここら辺も見たいと思うんですが、なんと今日ですね、もう性能が、発表されているんですね。なので、ちょっと今日は実際にですね、もう性能の方を皆さんと一緒に見ていこうと思います。パズドラ公式放送を見てた方はですね、ある程度情報入ってると思いますので、まあおさらい感覚でね、ぜひ一緒に見てもらえればなと思います。はい。ということで、まずジョジョですね、ちょっとキャラ性能というよりかは、まずキャラのね、紹介が入っております。こんな感じでね、もう全キャライラストが、武器は覗かれてるかな。キャラのイラストの方が発表されておりますので、見ていこうと思います。で、今回のジョジョコラボは、もう一部からですね、もう総揃いということで、めちゃめちゃたくさんのキャラがいます。で、僕はジョジョコラボというか、まあ、ワンピース知らない時点で、ジョジョ知らないのはちょっとなんとなく分かってもらえると思うんだけど、そう、有名どころはね、あんまり知らないんだけど、なんか、ジョジョ詳しい視聴者から聞いた話だと、なんかジョジョは主人公がいっぱいいるんだよね。そう、各ね、あれごとに主人公がいて、そう、なんか名前にジョジョが入ってる人、名前にジョジョが入ってる人は、ジョジョらしい。だからそれが主人公らしくて、で、これはディオね、ディオ。ちょ、これもう、ほんと間違ったら、もう、ジョジョファンの人、ほんと許してください、お願いします。できる限りは調べてきました。できる限りは。そう、もうね、いきなりコラボね、決まってね、しかもコラボ開始日がね、こちらも先に言っちゃいますけどね、来週月曜日コラボ開始ということで、全然関係ないんですけどね、全然関係ないんですけど、なんか26日僕、友達とね、昼からライブ行く予定だったんですよ、昼から。いやでもこれはちょっと友達に土下座して、ジョジョコラボ優先かな。しかもキャラ性能もめっちゃ楽しそうだったんだよね。で、まあ、どうでもいい話なんだけどね。すいません、ジョジョコラボでね、盛り上がってるところあれなんですけど、27、28も遊ぶんですけど、ちょっとこれはね、ジョジョコラボ優先しようかなと思います。まあ、俺に年末年始はね、1月にずらしてもらおう。まあまあ、そんなこんなんでね、ちょっと見ていこうと思います。はい。もうさ、ジョジョ好きな人からしたらさ、これキャラ数合計24体いるらしいんですよ。やばくない？24体いるって考えたらもう激アツなんじゃないの？ね。俺がジョジョあんまり知らないっていうのもあってね、ちょっとね、キャラに関していろいろね、説明しろって言われたら無理なんですけど、ジョジョ好きな人からしたらもうこれ最高なんだろうね。ちょっと今回ですね、もう性能出てるんで見ていこうと思います。行きましょう。早速、誇り高き紳士、ジョナサン・ジョーサーから見ていきます。月ビヨン封印、クライムプラス、指、もう早速見ていきますよ。10強3つ、ボイス、小学生7強持ってます。はい。で、スキルが、ランダムで火光回復ドロップを3個ずつ生成、HP50% 以下の場合、1ターン自分の攻撃力が3倍となってます。2ターンで生成できて、毎ターン、2ターンか、2ターンで生成できる上にですね、50% 以下の場合、自身攻撃力もありますから、かなり火力は出しやすそう。リーダースキルは火光同時攻撃でダメージを半減、攻撃力が24倍。被っててごめんね、これ。3コンボ加算、攻撃タイプの HP が 2.2 倍です。普通に HP2.2 倍半減持ちが変身不要で実装されてるっていうね、なかなか怖いキャラですね。はい。さあ続きまして、こちらロバート E スピードワゴンです。見ていきましょう。バインドスキブプラス10強 LG5 つボイス、小学生はスキブ持ちです。レアリティ5なんで、まあ、あくまで外れ枠ではあるんだけど、言うてね、スキルもダメージ無効貫通6解除に L 字型に光を1つ生成が4ターンスキルです。リーダースキル光5個以上つなげてダメージを軽減、攻撃力が20倍、3コンボ加算、光の HP が3倍となっております。はい。さあ続きまして、ディオブランドです。覚醒バインド封印指、10強3つ3色攻撃2つボイス持ちです。スキルは1ターン自分の上限値が40億になる。ランダムで火、水、木、闇、回復ドロップを6個ずつ生成が2ターンスキルです。これ普通にね、6、5番目の場合ね、もう確定時になるわけですから、このスキルもなかなかやばい。リーダースキルは水2コンボ以上で攻撃力が23倍、4コンボ加算、固定1ダメージ、悪魔タイプの HP が 3.3 倍、3コンボ以上同時攻撃でダメージを軽減です。これ普通にやばくないですか。 HP 3.3 倍軽減に攻撃23倍に4コンボ加算、固定1ダメージが普通に実装されてるの怖すぎません？これクッソ強いです。これ本当にクッソ強い、マジで。で、ジョセフ・ジョースターです。覚醒、バインドスキル4、クライムプラス10強3つ、LG ボイス、超アクセル7強持ってます。スキルは6解除に、キーヤミ回復の3色陣に変化、全ドロ強、2ターンダメージの交換通を9ターンって感じになってます。リーダースキル、キーヤミ回復同時攻撃でダメージを激減、キーヤミ回復の5個消し1個につき、攻撃力が3倍、固定100万ダメージです。さあ、続きまして、シーザー・エー・ツペリさん。覚醒、バインドスキル封印10強2つ、水コム強化3つにボイス、超アクセル10強持ってます。スキルは6解除に火を水に変化、水ドロ強が3ターンスキル。リーダースキルは水にコンボで攻撃力7倍にコンボ加算、水の全パラ 3.6 倍です。なんか星5にしても結構手入ってるんだよね。6解除生成ドロ強っていうね。で、続きまして、カーズですね。覚醒。
バインド封印指10強3つ2レイ4つボイス持ちです。スキルは1ターン指 1.5 倍ダメージ無効貫通4項目3自分の上限値が40億が3ターンスキルです。リーダースキル光闇同時攻撃でダメージを激減、攻撃力が15倍で、闇の2コンボ以上で攻撃力が2倍固定300万ダメージです。はい、見づらくてごめんね。これはね結構ね、あの仮面ライダーのオーズとか、またオーズじゃない、リバイバイスとかと合わせると結構面白そうな性能してて、普通に使えそうな感じはあるよね。変身キャラってのはちょっとネックだけど、普通にね指 1.5 倍無効感4コンボ加算が3ターンだからね、かなり強いと思うし、リーダースキルの激減攻撃30倍固定300万も面白そうな性能ではある。さあ続きまして、ジョータロースタープラチナザワールドです。覚醒バインド封印10強5つボイスです。やばすぎだろこれ。3125倍ね。スキルは5ターン時を止め10コンボ以上すると上限99億になります。3ターンスキルです。あの普通にあと考えてほしいのは、これ変換とかはないんだけど、言うてね、あの3コンボ加算はあるので全然普通に10コンボ入るところも見そう。もう普通にあの副属性まで含めて198億出る環境になるっていうね。しかもリーダースキル攻撃タイプの全パル 4.2 倍3色同時3コンボ加算固定1ダメージで10コンボで攻撃力が8倍となっております。はい、 33.6 倍ですね。やばいだろこれ。さあ続きましてこちらです。ジャンピエール・ポルナレフ・シルバー・チャリオッツです。覚醒封印指お邪魔プラス10強2つ3色攻撃3つにボイス持ちです。変身キャラですね。10強3つ10強2つ3色攻撃3つで、スキルは1ターンダメージ無効貫数自分の攻撃力5倍上限35億に全ドロ強が3ターンスキルです。いいよね、ドロ強無効感強いよね本当に。でリーダースキルは水光ごけし1個につき攻撃 2.5 倍2コンボ加算攻撃タイプの全パラが4倍です。さあ続きまして吸血鬼ディオザワールドです。バインド封印4色攻撃6個ボイス持ちです。まずこの時点で絶対に強いで、さらにね超学生で、あ、間違えた、武器で4色攻撃強化つけれるんで、実際これ 3.5 の4乗の時点で倍率が 3.5 の7乗の時点で倍率が6433倍なんで、6個でも1838倍、この時点で1838倍出せて武器つけると6433倍になるんで火力やばいよね。でしかもスキルは9秒時を止め4色同時攻撃すると自分の上限値が99億になります。変換とかはないからもちろん使いづらさもあるとは思うんだけど、言っても99億はやばい。リーダースキルは4色同時で攻撃力9倍固定1000万ダメージ、悪魔タイプの全バラが 4.2 倍となっております。はい、続きましてクレイジーダイヤモンド、覚醒バインド封印10強4つ回復努力4つボイス、スキルは1ターン自分の上限値が50億になる、エスナイドロップバインド覚醒無効全開4ターンです。お前強っ。あ、変身キャラもびっくりした、めちゃくちゃ強いと思った。10強4つ回復努力4つにこのスキルやばいな。リーダースキル光回復同時でダメージを激減、攻撃力26倍、3項目加算努力消した時回復力かける15倍の HP を回復、なんか強くね全部。続きましてこちら、バインドスキビオンお邪魔プラス10強3つ既コンボ強化ボイス、超覚醒を7強持ってます。スキルは水ドロップを木ドロップに変えて2ターン後に2ターンダメージ無効貫通が3ターンです。リーダースキルは指12秒固定で木の2コンボで攻撃力上昇最大40倍5コンボで固定1ダメージ木の HP が4倍です。でこのねスキルの2ターン後に発動に関してなんだけど、これちょっと癖が強くて、2ターン後に発動は2ターン後に発動するんですけど、その2ターンの間他の無効貫通スキルを打ってしまうとこの2ターン後に発動は上書きされてしまいますし、もちろんねこのヘブンズドアが発動している間にこのヘブンズドアスキルを打ってしまうと、そのヘブンズドアの現状の無効貫通スキルは消えてしまいます。イメージとしては2ターン後に発動の無効貫通スキルと無効貫通は競合します。そうなので、例えばですけどこのヘブンズドアを打った直後に無効貫通スキルを打つとこの2ターン後に発動っていうスキルは消えます。そうなので無効貫スキルとの上書きとかはできないので、ちょっとこれは使いづらいスキルだと思っておいてほしい。わかりやすく言うと、まあ、5ターンに1回打てて、でかつ3に、ごめん、あ、そうだね、こう待ってるか、だから4ターンに1回か、4ターンに1回打てる2ターン無効貫通スキルってイメージで、逆に言えばその間は他の無効貫スキルは絶対打たないと思っておいてほしい。4ターンに1回打てる無効貫通スキルってイメージかな。そう、これがヘブンズドアです。ちょっと使いづらさあるんでね、押さえておいてほしいです。さあ続きましてキラークイーンです。覚醒バインド封印10強4つ非コンボ強化闇コンボ強化ボイス持ちです。スキルは3ターン後に発動、2ターン人闇の攻撃力が5倍ダメージ吸収属性吸収無効です。だからこれもイメージとしては5ターンに1回打てる2ターン人闇の攻撃力が5倍ダメージ吸収属性吸収無効スキルって感じ。そう、この3ターン後に発動っていうスキル中は2ターン人闇の攻撃力5倍っていうエンハンスを持ってるんだけど、例えばエンハンスを打ってしまうと上書きしてしまいます。ダメージ吸収属性吸収無効スキル、まあ打つことないと思うけど、もしこの3ターン以内に打ってしまうとこのスキルは上書きされてしまいます。
当たり前なんだけど、このスキルってパッと見さ、2ターンスキルで2ターン後に、2ターンスキルで3ターン後に発動だから、ループできるように見えるかもしれないんだけど、これループはできなくて、この3ターン後に発動の間にキラークイーンとかを打つと上書きされてしまいますし、なんなら4ターン後のダメージ系所属性系種目が発動している間に打ってもそのスキルは上書きされます。そうだから5ターンに1回しか打てないというイメージで押さえておいてください。リーダースキルは火闇回復5 AC 個につき攻撃力が2倍2コンボ加算、火闇同時でダメージを激減、攻撃力が4倍です。強いとは思うんだけど使いづらさもありそうで、続きましてこちらです。バインド毒耐性プラス10強3つ LG3 つボイス持ちです。スキルは4ターンランダムルーレット1個生成、 HP25% 回復、ドロップロックを解除し火を光に変化、光ドロ強が4ターンです。リーダースキル指15秒固定で光の全パラ4倍、光焦げし1個につき攻撃力が3倍2個も加算です。さあ続きましてこちら、バインドスキル4封印創作家10強3つボイス小学生スキル持ちです。スキルは1ターン落ち込んだし左足を創作家にする代わりに2ターンダブル級種目は7ターンです。リーダースキル光焦げしダメージ半減、攻撃力22倍、2個も加算、固定1ダメージ、攻撃タイプの HP が 2.1 倍となっております。はい、さあ続きましてこちら、バインド指延長3つ10強4つボイスです。スキルは1ターンスキル使用負荷6色ドロップが消せなくなる、ダメージ無効、覚醒無効、 HP 全回復です。これねちょっとね変わってるスキルなんですけど、打ったターン中はもう基本的に、何も消せません。まあ、お邪魔とか毒は一応消せるんだけど、6色ドロップが消せない時点でほぼほぼ消せなくなってしまいます。その代わりダメージ無効、覚醒無効、 HP 全回復がつきます。なのでこのスキル打ったターンはスキルダメとかも基本的にできないんだけど、その代わり絶対に耐えれるって感じかな。だから言うならダメージ無効スキルとほぼ変わらなくて、まあ、発狂対策とかで一応使えるのかなっていう感じのスキルになってます。はい、7ターン発狂とかあるじゃないですか、そういう発狂対策では使えるのかなって感じなんだけど、どちらかといえば使いづらさの方が目立つキャラではあるので、これもなんかめちゃめちゃ強いわけではないと思う。結構なんなら使いづらいということを押さえておいてほしい。でもおもろいスキルではあるよね。リーダースキル闇火同時でダメージを激減、攻撃力24倍、3コンボ加算、固定1ダメージ、指5秒延長となっております。リーダースキルは相変わらずめちゃめちゃ強い。スキルはちょっと使いづらさあります。続きましてこちら、バインド3色攻撃強化7個ボイス持ちです。これは変身キャラなんだけど 2.5 の7乗で610倍率持ってます。スキルは1ターン自分の上限値が35億になる、チーム内の3色攻撃の確実に押して攻撃力と回復力が上昇が2ターンスキルです。リーダースキルドロップ4個消しで固定1ダメージ、3色同時でダメージを激減、攻撃力23倍、4個も加算となっております。はい、まあ、ミナーバの方がちょっと使いやすさはありそうだから、まあ、ループさせて使ってあげるってなったらリダフレ運用なんでね、ちょっと使いづらさはありそう。続きましてこちら、スキブプラス EB 延長プラス2つ、4色攻撃4つにガドベルにボイス、超覚醒は L 字持ってます。スキルは3ターン後に発動します。1ターン攻撃タイプの攻撃力が20倍です。まあ、どちらかといえばこれは基本的にアシストで軽減ループとかしてあげてね、使ってあげて、かつボスの階層でラストに攻撃タイプ攻撃力20倍スキルを打ってあげてね、そのボスで突破するために利用するみたいな使い方が良さそうで、実際レアリティも5なんでかなり強いとは思います。軽減ループワークとして使えそうなんで、クルセイダーとかつけて使ってみてください。リーダースキル4色同時でダメージ半減、攻撃力22倍、固定1ダメージ、闇の HP が2倍です。はい、で続きましてエンリコプッチェホワイトスネーク、封印指10強3つ十字 L 字回復 L 字ボイス持ちです。スキルはランダムで木を11個闇を7個回復を5個生成して全ドロップ6が3ターンです。普通に強そう。リーダースキルは木闇回復 5AC1 個につき攻撃力が2倍、1コンボ加算、木と闇の HP と攻撃力が4倍ですという感じです。でラストちょっとヤマピーがねちょっと紹介されてたんですけど、こちら、スキルブーストマイナスというね新しい覚醒が追加されています。その代わりバインド7強無効感闇ドロ強プラスあってチート級の武器になってます。スキルは6ターン自分の属性を闇属性に変化、6ターン自分の攻撃力5倍、 HP を 50% 回復という感じになっております。なんか武器やばくないですか。スキブ現象7強無効感バインドプラス、まあ、スキブ現象がどれぐらい痛いかって感じであるよね。そして称号チャレンジです。タイムアタック仕様のジョジョ称号チャレンジダンジョンに挑戦、見事クリアしたユーザーは称号ジョジョをもらえます。そしてツイッターキャンペーンも来ますということで、こちらが今回のジョジョコラボの情報となってます。めちゃめちゃ熱くないですか。ちょっと今回ねキャラ性能サクッとおさらいしただけなんですが、また明日以降もねガンガンキャラ性能発表されますんで、そちらもねまたね、動画の方で紹介いたします。なのであくまでこれは現状のキャラ紹介っていうイメージで押さえておいてほしい。明日またね追加で発表された場合はもう全部一気に紹介しちゃいますので、一応事前情報発表でこれだけヤバそうな感じっていうのを押さえておいてほしい。明日全キャラの性能が発表されますんで、そちらもまた動画にしていこうと思います。ということで今回はジョジョコラボがね開催ということで緊急で動画を撮る動画でした。ぜひチャンネル登録高評価、そしてね、公式放送めっちゃ熱かったんでパート2の方もチェックしてみてください。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。